セゴビア旧市街と水道橋は、スペインのセゴビアにある、世界遺産の一つ、1985年に登録された、保存状態の良い水道橋と、アルカサル、セゴビア大聖堂が評価されている。セゴビアは、マドリードからの日帰り観光地として人気がある。旧市街は長く狭い高台の上に壮大に、一致している。大聖堂、古代ローマの水道橋、 美しいおとぎ話に出てきそうな古城などの名所があり、眼下には田舎の景色が広がっている。カスティーリアと言われるこの辺りの景色は赤い大地という異名と合わせてファンタジーではよく用いられる。アルカサルはクワダマラ山地の西側斜面上にあり、ゥエロ川支流であるエレスマ川とクラモレス川とが合流する地点の球場にあるが、二つの河川により丘陵の両側を削り取られたので、 アルカサルの立つ場所は高さ100メートルほどの断崖上ということになった。アルカサルを含む旧市全体が南北西の三方を断崖で囲まれている。そのため全体が絶好の溶岩地となるのである。当初ケルトイベリア人の重要拠点であったが、ローマ帝国の軍に占領され破壊されてしまった。その後、ローマ帝国がこの地を再建し、都市の整備を行った。 その一環で、セコビア旧市の周囲には、ローマ時代から城壁が建てられ、城門も設けられた。城壁は、その後、11世紀に再建されたが、その城壁には86個の城塔が設けられ、厳戒な防衛体制を作った。セコビアの水道橋起源前80年に、セコビアを制圧して以降、ローマ帝国は、セコビアの都市整備に力を入れたが、その一環で建設されたのが、 水道橋である。セコビア旧市街はかなり旧春で独立した球場にあるため生活用水の供給についてどこから引くかという問題があった。当時の技術では水道管を利用して圧力をかけて給水するということはできないので、この旧市街のある丘と同じ高さの導水路を給水源から通すほかなかった。そこで遠くの川を給水源とし、 セモビア旧市街の丘と同じ高さの水道橋を作り、橋上の道水路とした。この橋の下は通路を兼ねた広場となっており、民家や商店などもある。水道橋を中心に、都市自体が発展してきたのである。中央の橋脚中には、聖母マリア像が設けられている。この橋は、ローマ時代以降も使用されていたが、その後、イスラム教徒が占領し、撤退する際に、 この橋の重要部であるアーチ35個を破壊したため、使用不能になった。その後、カスティーリャ王国の女王イザベル一世により修復され、現存の姿になっている。この橋の特徴は、まさに細長く高いところである。橋脚の基部でも幅が2.4メートルしかなく、高さは地上30メートルである。この巨大さから、悪魔の橋と呼ばれており、スペイン全土を見ても、 これに匹敵するような意向はあまりないため、水道橋はセコビアだけでなくヒスパニアを代表するローマ時代の意向である。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。